はい、黒ぶどうです。今回はダース・ベーダーの無双状態について、紹介したいと思います。銀河バトルに征服っていう新ゲームが、追加されて、今回でね、多分3回目かな。3回目だと思うんですけれど、私ですね、これ結構好きなんですよ。なんか楽しいですよね、これ。皆さんどうでしょうか？これ楽しくないですか？で、その楽しみのメインがですね、ベーダー無双なんですね。で、今回もベーダー無双で楽しんでますので、もしかしたら知らない人のためにね、どうすればこれができるのかを、紹介したいと思います。では、まずプレイ動画をどうぞ。銀河バトルの、征服のセクター3ですね。今これやってる最中です。で、ちょうどセクター3は、なんだっけ、異形か。セクター3の異形に、シスの、フルチームで14回勝利するという項目があるので、セクター3はもう基本全部シスで戦います。はい、今回で主人公はベイダーとなります。はい、とにかくまずベイダーのターンが来たら終わりです。はい、来ました。これで終わりです。これでもう勝利確定ですね。まず無慈悲を打って、ボガーン、はい、それでぶん投げですね。ダグを打ちます。ほら、もうですね、復活してるんですよ。もう連続です。ずっと、もうずっとダース・ベイダーのターンになります。これがね、ベイダー無双ってやつですね。もう楽しい。ずーっと、とにかくダース・ベイダーが攻撃する。非常に、あ、ベイダー無双の最中になんかザコのせいでしゃしゃり出てきました。なんかこれだと不完全燃焼ですね。これはダメです。ちょっとこのままもう一回やってみましょう。違う。まあ、どっちでもいいんですけどね。ナイトシスターがいいかな。はい。とにかく、まずベイダーのターン、来ることですね。いいですね。始まりましたね。もう無双状態です。はい、いいですね。またシャシャリ出てきやがった。関係ない時っていうか、なんで最後持ってきやがったこいつら。ダメですね。ちょっともう一回、やってみましょう、連続で。どっちが、真ん中を攻めていこうかな。わ、74%だ。71？ 74？ やばいな。あ、ベーダー様、ベーダー様に攻撃しないで。来た。はい、オッケー。ドン。あ、
抵抗力アップしてる。やばい、これはやばいですね。どうしよう、あ、死にそう。あ、これ攻撃するたんびにあのヒットポイント削られるやつですね。ミスれない、もうミスれないですよこれ。これはやばいな、全然バフがつかない、バフじゃない、デバフが全然つかない。あ、ついた。これでヨーダは殺せる。はい、オッケー、1体目。このままいけるかな。よし、スリーピーオンもデバフがつきました。あ、ついた。ファイブス大丈夫かなこれ。あ、カウンター持ってるんで今攻撃されたらもう死にますね、ベータ。よっしゃ、これであと2体。よっしゃ、あ、もうファイブスがつかない。弱体化、あと1回、弱体化しろ。ドーン、あー、あー、ダメだ。もうここ動きゃいいじゃん、先にこいつらさ、どうでもいい時に動きやがって。はい、まあとりあえずこんなんです。で、じゃあこれなんじゃこりゃと、制服インベントリっていうやつあるじゃないですか。これにですね、これ展開式冷却システムですね。味方ユニットが、強化効果を得るたびに 10% の確率でその味方のクールダウンが維持減少すると。これがもう要はたった 10% だと思うんですけれど、これ実はものすごいんですよね。これが発動して、ベーダー無双になってるという状態になってます。で、これとね、あの他も合わせて、自分のターンになった時かな、になった時に、バフ効果がつくようなものをやってるといいんです。これか、攻撃力強化かな、味方ユニット11ターン開始時に1ターンの効果、あ、攻撃力上昇、クリティカルダメージ上昇、多分これですね。この相乗効果によって、そのスキルのクールダウンがバンバン起こってるという状態になってると思います。で、あと、あれか、これか、冷酷な弱体化かな。敵一体のヒットポイントが 100% 下回ると、あ、違うな、これじゃねえ、素早さだ、冷酷な素早さかな。これがあって、で味方のあのターンメーターが上がっちゃって途中でやられるっていうのがあるから、もしかしたら抜かした方がいいかもしれないですね。はい、というわけで、今回の主人公ダース・ベイダーさんです。はい、こんな遊び方ができるので、皆様も、やって遊んでみてはいかがでしょうか。はい、以上となります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。